然の力が織りなすカーブの神秘。街道バトル。実際の峠が時間の流れや自然現象によってその見え方が変わるように、今回の街道バトルでは雨や雪、昼や夜といった変化を忠実に取り込み、異なる4つの峠を舞台としたステージでプレイヤーを待ち構える。ゲームのメインとなるコンクエストモードは昼と夜2つのステージで構成されている。昼はレーサーとして様々なカテゴリーレースへ参加し賞金を稼ぐ。その名を轟かせるとスポンサーから声がかかり、テストを受けるイベントが発生する。合格するとパーツの提供、定期収入の確保へとつながり、プレイヤーの走りを一つ上のステージへと高めてくれる。一方夜は昼のオフィシャルの顔から完全にプライベートな顔に変貌。プレイヤーの噂を聞きつけたライバルが次々にバトルを挑んでくる。バトルで叩き上げた戦歴により、さらに腕の立つライバルからのメールや書き込み連絡でバトルに発展する。首都高バトルでおなじみの SP バトルに加え、コーナリングの芸術点を競うコーナーアーティストバトルなど、相手によってバトル形態が変化。峠をかけるプレイヤーの相棒となるマシンは100台以上の実名を使用した車の中より選択可能。それぞれの駆動方式、チューニングの使用により独特の挙動を再現。またホイールやエアロ、マフラーなどの交換も可能。プレイヤー独自のカスタマイズも可能だ。その他タイムアタックモードや VS バトルなど様々なモードが用意されている。今回はより一層のリアリティを求めてレーザーによるスキャニングをした。バンにレーザーを発信させる機械、それを確認するためのビデオ映像、さらに GPS を使って位置を合わせる機能を連携させデータを収録していく。持ち帰ったデータのノイズをクリーンアップし、地図上の対応点、ビデオ上の対応点を整理する。その結果、実際の峠と同じように微妙な起伏や歪みのあるよりリアルなコースを作り上げることに成功した。今回スーパーバイザーに堀戸谷口亮選手を迎えた。彼らが加わらなければ成し得なかったリアルかつ爽快感あふれる本物以上のアグレッシブなゲーム感覚を作り出すことに成功。漁師の助言を余すことなくゲーム上にトレースした。日光、春名、箱根、六甲、この4つの峠が今ここに完全再現され、あなたの挑戦を前に牙を剥く街道バトル。2003年2月27日発売予定。